はい。あ、いや、いい。あ、いい、お疲れ様です。実に3週間ぶりの配信になります。じゃあ先週やったんですけど、失敗ばっかりで、失敗、音が出てなかったりとかね、失敗ばっかりで、とんでもないことになってましたね。やろうと思ったんですけど、まさかね、こんだけね、この、まあ、音が出てなかったりだとかね、そういうのがね、立て続けに起こってしまったんでね、ちょっと、設定にね、まあ、時間がかかってしまったっていう、わけです。なのでね、まあ、ちょっと、遅れてしまったのを取り戻して、配信していこうと、思いますね。いや、先週に、久しぶりに、PS2 と PS の方で、今、PS4 って、HDMI で繋いどんですけど、そしたらこれが PS とかになったら三色ケーブルに変わるじゃないですか。で、これで、やり始めた時、クライムクラッカーズとか、田舎暮らしとかの時って、設定を、このヘッドホン、じゃ、このヘッドセットに音出してやりとったんですよ。んで、画面もほぼ遅延ないから、PC の画面見ながら、まあ普通にやりとったんですけど、これがね、この音を、ガタガタ言うな、進め。そしたらこの音がね、この、ヘッドホン通したら、そしたらこのパソコン、いや、この配信で出よう音っていうのが、はい、この小さくなり始めて、で、これで配信、気づかず配信してしまったら、もうほぼ音が無音の状態で、ゲーム音が無音の状態になってしまって、まあ声しか出てないっていうね、ちょっと恐ろしいことになってしまってですね、で、これでガンパレードマーチと、仮面ライダーのゲームの配信が、ボツになってしまって、という3週間でした。あ、そうそう。これね。この北斗の拳のハート様の VTuber がおるとか、これすごいね。これあれかな、原哲夫とかに許可取ってんのかな。すごいよね。ハート様この体で筋トレするんだからね。ハート様のハートフルステーションやって。皆さん、ツビニアに着きましたね。はい、僕の方。次の世界はツビニアやって。ツイッターやな。それでは皆さん、配信スタート。いや、ほんでね、この今回も無事にツイッター、ツイッターじゃねえわ。VVVTunes機能ちょっとやんりょって。ステータスをね、底上げしよったんですよ。だけど、だいぶ強なっとるはずなんで、強くなってますよ。だいぶ攻撃力、100ぐらい攻撃力上がって、めっちゃ強なったけんね。リア、ちょっといいかい？なに？ロルニー。しばらくここを任せるよ。用事済ませたらすぐ戻ってくるからね。うん、わかったよ。そういえばなんかこの子秘密を抱えてましたね。キリさんいるよ。じゃあ自分たちでノルの後をつけてくるから。はい、よろしくお願いします。え、何あいつスパイなんすか。ツイッターの世界に来たぜ。この世界も破壊されてしまったって。もうもろツイッターやん。すげえ。青い鳥いますわ。すごい国ね。ああ、吹き出しとかが浮かんでる。なんだかすごい情報量。もしかしてこれ浮かんでるのってつぶやき。そういうことか。知ってるの？ここ多
分 SNS の国なんだと思うな。 SNS？ 簡単に言うと、そうか、女神様たちは SNS を知らないのか。ゲームではなく、個人なんかが情報を発信したり共有したり、そんな感じです。ものは試しだ。その辺にあるつぶやきを見てみようぞ。やめとけ。なになに？5時間並んで流行りのもちもちミルクティー買った。交通機関止まっても出社を諦めないとか、社畜すぎて草。あ、イルハートちゃん、こうだって。こっちでも人気なんだね。他にはハッシュタグイルハートだせってつぶやきがある。何のことだろう。イルハートだせ。まあこんな、やめとけやめとけ。それぞれ好きなことやめとけするのが主な使われ方ですね。ゲーム内チャットみたいなものですわね。まあそれでいいですね。えんかい。なんかトゲトゲしいのがあるわ。どれ？ほんとだ。人気のカフェのことつぶやいただけで意識高い系。ひどいな。こっちにもあるぞ。アニメのことつぶやいただけで典型的キモオタ黙れとかな。こっちにもあったわね。ほら、この悪口つぶやいてるのって同一人物のようね。え、そうなの？こっちはスイニア管理人ってアカウントだよ。我の方もだ。ボスじゃん。私はその人ですね。悪口言ってるのがみんな同一人物ってこと？そう、ここに見えるクソリプ送って反感買ってる。クソリプ送って反感買ってるみたい。スイニア管理人ってことはこの国の管理人ってことよね。それはつまりこの SNS の管理人でもあるはず。これがこの国のコンテンツだよね。どうして管理人 SNS を利用して企業アカウントが暴走していらないことをつぶやいて炎上することはあるけど、まあ、でもその SNS の運営が悪口言ったり暴走するなんて聞いたこともないわ。それって発根臭の仕業なんじゃないかしら。そっか、そうね、それが一番可能性が高い。ネオチューブも侵略者が運営を乗っ取ってたもんね。そうや、月額めっちゃ高かったんやぞ。とりあえず先進もうよ。そうね、きっとすぐにわかると思うわ。確かにそうだね。じゃあ先に進もう。レッツゴー。ミッションスタート。すごい、いいね。夢咲楓、夢咲楓ちゃんでいいんかな。そう、VTuber もね、もうほぼ全員集めましたんで、もう怖いもんなしですよ。ネプテューンはまだここまで強くないんですけど、強くないって言ってもまあ強くだったけどね。もともと90ぐらいだったんが今180ぐらいになったんか。180ちゃうんか。じゃあ、ネプテューヌで、あ、186やね。ベールがね、237で結構強くなったんですよ。こっちがね。ほんで、扉を開けていくんだっけか。こっちはいけんな。ほな、こういくか。こっちで落とんかな。あれじゃ。箱ある。もうなんだなんだなんだ。攻撃すぎよ。やべやべやべ。これあげたい。何が、開いた開いた開いた。セコセコ、ローズ。これじゃ。いやー、アタックがマイナスって。アタック、あいつやばいな。痛い。あかんあかん、死ぬ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 。回復薬もね、もう満タンにしてあるけんね。当たらねー。こいつ
ツイッターの鳥か、こいつ。なるほどな。ツイッターの鳥、己。バズリドリって書いてんこれ。いた。こいつらはね、そんな脅威じゃないんだけど。いったか。あ、ドールな。やった。いやー、ほんま、きついわ。よいしょ。ほんで扉が開いたはず。開いたな。行こう。よいしょ。開いた。行こう、レッツゴー。ん？開いたけども？あー、なんか向こうにもあるな。あ、でも向こうには行けんかったんか。ということは、やっぱ回ってこないかんと。こいつは、この鳥を優先してやりて。オッケー。またおる。オッケー。やった。またおる。またおらんか。こいつ。このゲームマジで攻撃当てる難しけんね。毎回言おう気がする。いや、ほんまにね、3週間もね、配信やってないとですね、そろそろ感覚忘れそうやなって思い始めてきて、なんか、ちょっと一人焦ってましたね。焦りますよ、そら。でね、人の配信を結構見に行ってたりしましたね。自分がしてない間は、いろんな方のね、配信見てね、ちょっとこう、勉強じゃないな、なんかこう、どんな感じなんかなっていうのをね、教わりながら。大丈夫ですか？投げてあげましょうか？お、マリン船長。マリン船長もね、そう、出てきたんですよ。ホロライブ勢がね、ホロライブ勢結構多かったよ。5、6人おったんちゃうかな。ほれ。吹雪先輩でしょ？あと、アクアに、あれ、ノエルか。怒りの奮闘。怒りの奮闘。白金ノエルパイセンが、ツボ配信してた時にね、落ちてね、大パンやりまくってですね、死んじゃったな。これ復活させなかったっけ。あ、これ。OK。そう、ツボ配信してた時に、大パンしてですね。よいしょ。これで、めっちゃ切れてるっていう。お、ほらほら、犬神コロネちゃんもね、おったりしてるよね。結構、ワイワイしてきたんですよ。の VTuber が増えてくることによってね。どこだ？あった。めっちゃおる。ここは、こいつは、こいつをね、倒すことによって、この、VTuber のね、弾がね、ちょっと、紬ねれいちゃん出てきましたが、ちょっと見ましょう。道明寺春斗が、攻撃力はないんだな。なるほど。ここは、お、アイテムあるじゃん。いた。なんかおんな。は。ピンキーポップヘップバン。時の空ちゃん出てきましたよ。ピンキーポップ12。アタック13か。今つけとうもんがアタック全部でかいから、アタック13。13だったら、
これと変えようか。ピンキーポップヘップバーン。ピンキーポップヘップバーンの人はね、あの中の人が、あの平野綾ではないかと言われている人ですよね、確か。嘘か本当かは知らないけど、噂ではね。でも声は確かに平野綾に似てるんですよね。はい、イベント来た。うわ、めっちゃキョロキョロしてる。やっぱり後ろめたいことでもあるのかな。そうじゃないといいけどね。さ、どこに行くのか後をつけようか。ほんでまた目立つ、尾行してるのにこの目立つ色っていうな。お、ここはてめえこんなところに何のようだ。クラウド、ネプチたちはツイニアに行ってるっしょ。なんだろう、フェアリーにでも用があるのかな。話が違うじゃないですか。ノルルンの声じゃん。協力したら VTuber たちにはもう手を出さない、そういう約束だったはずです。いつどこでそんな約束をしたというのだ。お、こいつはこの前カデだっけ。カデ、約束をした。カデ様やな。契約書を出せ。契約書なんて作らなかったことはそっちも分かっていることでしょう。なんだ、ないのか。なら約束をしたことにはならないな。いいかな、契約なら書面でするんだ。口約束なんて契約にはならない。おいおい、ダメじゃないか。協力してくれたんだからねぎらってあげないと。はい、ご苦労様、ありがとうね。まあ、騙されたんだ君は。でもアイドルのアシスタントごっこができたんだ。よかったじゃないか。約束だったろ。へぇ、お願いです、どうか約束を守ってください。チューバーたちをこれ以上ひどい目に遭わせないでください。どの道もう終わりだ。お前はいつもみたいに画面の奥で大好きな女の子を応援していればいいんだ。グーの音も出ねえ。ノルは VTuber を助けるために仕方なく言いなりになっていたんだね。でも奴らそれをなかったことにした。マジで許せねえんですけど。ちょ、マウリ何をする気。せめて奴らの顔だけでも確認しとく。ダメ、見つかったらただじゃ済まないよ。自分たちは武器を持ってないんだよ。しー、うん、ああ、やべえ、気づかれた。にー、何かあったか。いや、気のせいだ。カド、そろそろ準備しないと。やることがあるんだろ。カドか、カデ様じゃないんや。それもそうだな。カデ様は違うわ、カデ様は VTuber だわ。角か。気づいたはずなのにアシラを見逃した。あいつ一体どういう。僕はどうしたら。ねえマウリ、あのこういう時ってノルに何て声かけた。笑えばいいと思うよ、笑えばいいと思うよ。するのが一番なのかな。やっぱほっとくのがいいのかな。そんなもん決まってるって。なんすか。あ、ノルルンじゃん。そんなとこで何してんのさ。すごい。すごい。おっしゃおっしゃ。
なるほど。あいつは敵に利用されてましたと。ほーん、おっと危ない。よっしゃー。んで次はこっちか。お、来た。飛ばしていくぜ。広いなこのステージ。おっとアイテムがあるじゃん。回収していきましょう。OK。なんだろうね。どこだ。あれ？あった。アタック9か。まあ、強化してなんぼって感じやろうな。やらなきゃ。取らなきゃ誰かの養分。痛い。熱ってないやん。取らなきゃ誰かの養分。狙いが。OK。なんでこいつら。今何手に入れた？ OK。うわぁ、やったけど死んじゃったな。どれだ、これだ。アイテムは惜しみなく使っていくぜ。で、なんですけど、何手に入れた？どれだ？これか。プラス 16？ そんなバカな。OK。それを、間違えたー。じゃないな。で、どこだ？こっちか。おお、ここが。んで？このつぶやきって私たちのことじゃない？まあ。本当ですわね。救世主ツイニア。ツイニア、これで勝つる。ツイニア、これで勝つるですね。こっちは俺らのコメントに気づいた。だって何か繋がったみたいで。嬉しいような、ちょっと恥ずかしいような、なんだか言葉よい感じですわね。みんな応援ありがとう。私たちの活躍ちゃんと見てね。うわー、すげえ、一気にコメントが増えたわ。こうやって知らない人とつながることができるんだ。たくさんの人たちに注目されるのって結構悪くない気分ね。やばいよ、ノワールがハマりかけてる。ぼっちなノワールにはぼっちな、マジか。誰がぼっちよ。おお、みんながいきなり反応してる。すごい、ぼっちっていう単語、ぼっちっていう単語がゲスタルト崩壊するレベルで囲まれている。どういうこと？だからぼっちじゃないって言ってるでしょ。ノワールぼっちかわいい。ノワールたんのソロキャン。ソロキャン。ぼっちでも救世主していいですか？ぼっち女神最高かよ。うーわ。だからぼっちぼっち言うな。ぼっちが気に入らないのなら、孤高とか超越者。孤高とか超越者。本当だ、一気にバズったわ。キッドバイスがみんなの金星に触れたのよ。ほほ、我に注目するとは見どころがあるではないか。どれどれ、ヘロイン、ゲロイン。あのことは言うな。
でも一生ネタにされとるやん、ゲロイン。発言ばかりね。みんな仲いいな。ですって。見てるみんなも楽しんでくれてるみたいだね。待って。おスウィニア管理人が住人のつぶやきにまた悪口書いて。何？またそいつクソリップ送ってんの？まったく。今度はどんな内容？クソリップ送ってるぞ。かわいさアピール必死だ。必死だ。性格悪そう。プロ意識低すぎ。救世主かっこ笑い。救世主かっこ笑い。だって。恥知らずな救世主がいた。救世主がいた。ちょっと待った。今思いっきり発根臭とかあったんですけど。あ、本当だ。しかもリプしたら、ツミニア管理人だよ。それ自分で発根臭ボスですわ。言ってるようなものですね。やっぱりこのツミニア管理人はオワンダルの発根臭で間違いなさそうね。それにしても一体何がしたいのかいまいちわかりませんわね。つまり、このボスもボッチってことやろ。他のボスと同様にボッチってことやろ。どっちにしても、悪い奴はやっつける。だって私たち、救世主だもん。ミーの言う通りだね。板についてきましたね。救世主が板についてきましたね。おお。なかなか炎上しないものだ。鳥じゃん。ムカつくアカウントは停止してるし、みんな大好きクソリップ攻撃もしてるってのに。SNS ってのは難しいな。はっ、弱気になってはいかん。この国をオワコン化しなければ、それこそカド様に燃やされてしまう。まったくどうしたもんか。おお、いきなりすごい大炎上じゃないか。誰のつぶやきだ。いいぞいいぞ。これだよこれ。こういうのを待ってたんだ。よし、私が利用してやろう。ははー、ヒャッハーしとるやん、このボス。ヒャッハーしてるじゃん。それは先進みましょうかね。アイテムありました。この先絶対やばい。レッツゴー。はい、かわいい。ワンタマー。男の子 VTuber の飛ばしていきましょう。犬山たまきはね、あの前の前回ぐらいにも確か登場されたはずなんで、飛ばしていきましょう。そこですわ。こいつ後ろからか。そこですわ。もらいましたわ。撃ちますわ。そこですわ。当たってるよな。なんだ。あ、この途中あれか、ガード中ってことか。おー、ほらほら。よっしゃー、どうや。これ底上げしてなかったら、マジで多分あの。白雪真白です。気軽に白のって呼んでください。よかったら真白のお友達に。画面消えちゃったよ。大丈夫か？あぶねえ。配信終わるとこだったじゃん。配信終わるとこだったんだが。あの画面消えとるときって、あれかな？あの、音声入ってないんかな。ちょっと後で見直すわ。ちょ、何が起こった、マジで。この3週間ぐらいで、ほんまに、なんか調子悪くなったんよな。なんで？いい、なんでだ、わからぬ。まあ、ヘコタレントやっていきましょう。今やってるんでね。犬山たまきプラス10。強そう。あー、微妙やな。どっちだ。遠そうやな。こっちか。
うえっ、なんやなんやこいつら。オッケー、イエーイ、わあ、そこですか。いや、着きましたけども、こ配信すんなってことかな。配信すんなってことかな。マジで。ちょっと原因が分かりません。分かりません、室井さん。室井さん、ちょっともうとりあえずね、やっていきましょう。じゃあちょっとでけえわお前、鳥でけえって。バズーカ持ちしかいないんかここは。許さんぞ。これにしましょう。きつ、こんだけ本でも画面つかんかった、きついね配信でね。マジか、こんなことある。次どっちだ、こっちか。ほんまに、あ、アイテムある。あ、ほんとこっちに入れてるんだ。ということは、またどっかにスイッチがあると。いや、ほんでもこれ、ボス戦とかでなったらほんま終わってまうで。お、イベント来た。待って、さっきからやけにつぶやきが多くなってきてるわ。私たちのことで？いえ、ハッシュタグね。つぶやきは独り言だけど、ハッシュタグをつけて共通の話題にするの。いや、きついきついきつい。返してって言ってる。返して、何か取られちゃったの？ツビニア管理。映りましたよ。どういうことなんだろう、使いすぎた。いやいや、この間買ったばっかりやぞ。ボタンはこのこたつっていう人のつぶやきみたいね。なになに、突然ですがアニマルプラネッツの制作から外れることになりました。すみません、とても残念です。だってそれが炎上騒ぎに発展したきっかけだっていうの。その直後にこたつ D を返してというコメントが大量に増えたので間違いないですね。 D はディレクターの略称、つまり監督。今ね、HDMI スプリッターをちょっと新しいやつに変えてみたんですよ。映ってますもんね。これ買ったばっかりやけどダメってことかな。しゃあねえなあ、こういうのあるんか。まあ今すんなり映ってるんでね、まあちょっとこのまま行きたいと思いますね。やっぱり発光臭の仕業なのかな。多分だけど、これには無関係ね。こういう形の炎上は誰かに操れるものじゃないと思う。できたとしても当事者かそれに近い人だけよ。ツイニア管理人のアカウントは全くの無関係だった。じゃあたまたまの偶然ってことなんだね。うわ、どんどん大騒ぎになっていってるよ。なんだかみんな言い争ってるわね。始まったわね。始まったって何が？嫌なことがあったら原因が知りたくなるでしょ。 SNS ではそういったことが起きると気になる人同士の情報の発信が盛んになるの。原因は何だろう、あれじゃないか、もしかしたらこれかもしれないという具合にね。当事者しか真実はわからないと思うんだけど、
とりあえずね、気を取り直してちょっと続きやっていきましょう。やっていってますけども、やっていこう。ねえ、まあ僕1週間週末しか配信やってないんですけど、配信やるたびにさすがにこれはきついな。またかと。しかも前は怒ってないところで新しいもんが怒ってるからね、きついわ。ちょ、行くわ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 、行ける行ける、今映ってるから。確かにこの配信以外でこのスプリッター使ってるから、これであれかな、ちょっと負担が大きかったんかな。普通にゲームするときとかでもスプリッター使ってるから、やっぱあれかな、配信以外で使う方がええんかもしれんな。彼らが一斉にアンチになってしまうかもしれないわ。この国の住民が一斉に2個買っとってよかった。それはまずいのではないか。それにこの炎上を発行集が利用してくるかもしれないですわね。始まって30分、いや40分ぐらいで、あれか、トラブル発生ですな。しかも映ってない時間の方が結構長いっていうな。いけますいけます、大丈夫ですよ、どないでもなりますよ。今日はあれやね、前は OBS の機嫌が悪かったけど、今日はスプリッターの機嫌が悪かったね。そういうことやね。はい、 OK です。ことを本で読んで。わかるよ、世界は違っても作品に対する愛は私たちの世界と同じってこと。私たちの世界ともですわ。そうね、なら私たちにできることは、この炎上を利用して悪さをするかもしれない発根臭を見つけて倒すこと。つまり今までと同じってことだね。レッツラゴー。じゃあそうと決まればレッツラゴー。ゴーゴー。あ、ゆーちゃん、さっきの言葉かっこよかったよ。習字にして飾っておきたいくらい。うるさい。とにかく発根臭を見つけるわよ。これ以上アンチを増やさせてたまるかってのよ。炎上した経験がありそうですね、あの子はね。というわけです。誰、ちょっとねさっさとスイッチをね見つけていきたいところなんですが、痛い、避けようとせんからね。ちょ、あかん。しかも攻撃が早い、このバズーカ。この鳥弾が見えねえ。お前お、赤月にプラス9。微妙やな。OK。犬山たまきプラス9。こっち？おっと、これでいくぜ。さあ、どこだ？スイッチは。結構広いな、このステージな。早く倒してティータイムですよ。あった。ありましたー。ほんで？あ、開いたな。で、開いたからさっさと行きましょう。これ、迂回してこれるとか、こんなんかな。まだある。あー、はい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 。あ、ほうやね。は？いや、こっちか。いける。いけ。こっちか。お。まずい。入ってけ。ん？
はい、かわいい。ワンタマー。男の子 VTuber の。佃煮乗りよ。さあ、参りましょうか。落ち着けば、これね。それ。向こうやね。頑張れ、頑張れよ。はい、それ。なるほど。無理しちゃダメなのだ。二箇所。金目のもん見落としてない？何やりました？ピンキューポップヘッドバン。スロットルですか？ピンキューポップ。華麗に。それ。オッケー。行きますわよ。それ。こっちか。行きますわよ。ということは向こうやな。こっちにスイッチがあるかな？それ。ねえな。ねえな。行きますわよ。頑張れ。敵ですわね。でもスプリッター一つ変えるだけでこうやってスッとすぐに移るようになるんや。すごいね。機材はね。あれ？なくね？こっちも行けるんか。あった。これや。オッケー。これだけか。これね。開いたな。さあ戻りましょう。かまってる場合じゃねえ。どっちだ。開いた。行けー。次はこれにしましょう。オッケー。こっちか。敵ですよね。華麗に跳躍。あ、向こうか。行きますわよ。マジで。行きますわよ。あるわ。よ。オッケー。で開いたな。これここ。なるほど。フルスロットルですわ。あれ、そういえばここにも。スロットルですわ。あ、わかった。向こうだ。こっちだ。こっち行ってここか。んで。こっちか。おいおい、大事なさいよ。敵ですよね。うわ、おーっと、なんだこいつは。そこですわ。OK。だい。ちょっと待ってくれ。なるほど。入るよりもこっちか。こうやな。よっ、フルスロットルですわ。早く倒してティータイムですわ。フルスロットルですわ。戦闘、わあ、モニター見ちゃった。ふぶき先輩だった。ほんで、開いたな。ほんで行こう。ようやく。オッケー。行きますわよ。何をこれにしますか。こっちは間違いやな。戻りましょう。行きますわよ。こっちは。スムーズにいってますね、今のところね。映像が。ゲームプレイじゃなくて映像がね。まったく、面倒な場所に作ったものなのだ。バイスちゃん、張り切ってるわね。そろそろ我のかっこいいところを視聴者に見せるべきだと思ってな。ゲロインのままでやだもんね。ゲロイン言うな。そういうこと言ってはダメですわよ、ネプチューヌ。可愛いじゃありませんの。ヒロイン市場としては未開拓エリア。マジか、確かにな。これ以上開拓するつもりなのね。そんなつもり一ミリもない。いいから発行者のところに乗り込むぞ。お前ら我に続くのだ。のだ、行くぞ。セーブがあるな。フルスロットルですわ。適度な休息もゲーマーと
として必要なことですわ。OK。また画面がいつも切れてみようにね。切れたら、だって、映らんじゃん。映らんってことは、ボスにフルボッコンされる可能性があるってことやから、死ぬ可能性が一気に上がるってことやけん。ダメですよ、そういうのは。来たな。ボスや。いやー、一時はどうなることかと思ったが、なんか運よく炎上してラッキーみたいな。あとは放っておいても勝手に燃え広がりそうだ。これで角様に叱られなくて済むというも。これもしかしてあれ？このファイヤーバードみたいなやつ。炎上っていうから炎上の鳥みたいな。あー、ツイッターが鳥やから、あ、あー、そういうこと。ほう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 。ちょっと待った！なんだお前ら。そこのセリフハテナにする必要あるんかな。お前たち、そうか、お前たちだな。救世主とか名乗る奴らは。そう、私は救世主。こいつ結局引きこもりやん。こいつも引きこもりか。私も私も VTuber ミュートラルのミーだよ。お前らのことは知っている。最近ちょっと騒がれてるからな。私は財団系の一人、発根臭のフレイバードやって。発根臭の大延長フレイバードだ。やっぱり発根臭なのね。なぜ皆さんわざわざ自分で名乗るのかしら。主張しておかないと忘れられるからじゃない。忘れられる。まあこの後倒されて退場するわけだからな。それに他の発根臭と比べても。見た目的にもその誰が個性がないだって。鳥ですが何か気にしてるんだから言うなよ。個性がない。そこまで言ってないわよ。で、自覚はあったのね。個性がない。いやでもこれまでの奴らから比べたら一番派手じゃないか。強いとか聞いたことあるよ。え、だって球体だろう。こんな見た目だけども。ハンバーガーみたいな、マカロンみたいなやつだったよな。ほんで3体目が、これ4体目か。発根臭ってお前、で4体もおるってこと。私悪くないもんね。あ、でもあれも我々の手によるものかもしれないな。さすがは角様。いや絶対ちげえだ。あとはあの炎上に私が燃料を投下すればさらに燃え上がってオワコン化完了だ。燃料ってもしかしてあのミミッチー悪口のこと。ミミッチー言うな。あなたミミッチー言うな。煽りの才能ないのかも。あんなキッズ丸出しのコメント、キッズ丸出し丸にだってできるのだ。キッズもやめろ。お子様のお前に言われたくないわ。バイスちゃんはしちゃダメよ。分かっておる。我はそんなことはせぬぞ。ちゃんと話を聞け。っていうかお前らちょっとひどくない。くさ、ちょっと傷ついてる。くさ。それでどうしてあなたたちはこの惑星を侵略なんてしたんですの。そうよ、コンテンツをオワコン化させてあなたたちに何の得があるっていうのよ。私が教えるとでも思うのか。人に教えを請うときにそんな失礼な口を聞く。ブロックだブロック、おお、ブロック、やばいな。グンドウミレイちゃんが自分にあのクソリポ送ってくれた片っ端からブロックしてますけどね。また議論の起きそうなことを。すごいよな、片っ端からブロックするってやべえよ。教えるつもりはない。恐ろしいわ。そんなに聞きたければ角様から聞くんだな。ほう、その角って人はどこにいるんですか。角様と呼べ、角様と。そんなもん自分たちで探すんだな。あなたたちの大将に
直接聞けってことだね。しょうがない、そうするか。大して知らないのかもしれないしね。なら話しても無駄よね。それじゃあフレイバードだっけ、今からやっつけるから覚悟してね。自称救世主ども、自称救世主どもかかってくるがいい。よし倒しましょう。びっくりしたわ今、まだ画面切れたんかと思った。いけー、おほ、めっちゃ強い。ダメージがめっちゃ強いぞ。上がっとる上がっとる上がっとる。これは苦戦せんわ。あ、痛い痛い、強っ。この必殺強っ。あ、間違えた、撃つとこ間違えた。あー、あ、強いわ。こんだけダメージ上げたらこんだけいけるんだ。はぁ、あ、これで終わる。は？は？失敗した、終わった。よへへ。熱っ、なんか燃えてる。私燃え尽きちゃってる。いや、前のボスの方が強かったよな。あれ？こいつ弱くね？私は炎上する。あれおかしいな。え、めっちゃ強く、あれ？俺またなんかやっちゃいました。おい、前のボスの方が、いや、あれか。ステータスの底上げって大事なんですね。あのね、前の時までステータス全く上げてなかったから、俺は苦戦するのもわかるわ。なるほどな。そういうことか。打つだけで終わりました。どう？コメント数上がってる？上がってません。ですわね。むしろいつもより少ないくらい。なんで？あ、こたつ D の交番の件撤回だって。トレンドに上がってるよ。みんなそっちの方に注目してるってわけね。せっかく救世主らしい活躍をしたのに。いいじゃない。ひっそりと世界を救うのも主人公っぽくて。よくぞここまでやってくれた。お、誰？いよいよ、はじめましてだな。お、いよいよ来たな。私はカド、そして私はヘイロ。みんなそんな構えないでくれ。あなたがカド、この惑星を襲った黒幕ね。自分から来てくれたな。姿を見せるなんて、探す手間が省けたわ。おや、私を知っているようだな。黒幕か。確かにその通りだ。すべて私の計画通りに運んだのだから。そなたたちもよく動いてくれた。褒めて使わそう。貴様に褒められる筋合いなどないわ。嫌われたものだね、カド。ねえ、どうしてこんなことするの？それをお前たちに言う必要があるのか。なら吐かせるまで。でもそれもここまで。これで全て終わる。マジで？戦闘っすか？おろ。こいつは前回逃げたやつじゃないか。やっぱり侵略者たちの手先だったのね。リヒト、我の後ろにつくがよい。バイスちゃん。ソーラ、目の前の奴らを蹴散らせ。ちょっと待って、様子がおかしいわ。お、これは例の歌では。どういうことは？この怪物がフェアってこと？ほんまもんってこと？
歌など口にするなよ。しかしこいつまさか口も聞けたとはな。それで戦意はないようだがどうするんだ。やめておくかい。まさか戦いたくないなら戦わせるまでだ。感動エネルギー？どうして感動エネルギーを持ってるの？そういえばそんなんありましたね。そうだ、暴走するままに蹴散らしてこい。ほう。あの怪物苦しそう。そうだね、強引に理性を吹き飛ばされたみたい。そんな時に一体何？マウリとキリ？ねえちょっと聞いて。ごめん、こっちも今超ヤバいから後にしてくれる？待って、切んないで。すっげー大事なことだから。そうなの。とにかく今すぐに添付の映像を。ユウちゃん、見ておいた方がいいよ。私の勘がそう言ってるもん。わかった、再生するわ。なあお前、まさかとは思うが、え、我々の正体をバラしたりなんてしてないよな。もちろんです。そんなことするわけないじゃないですか。殊勝な心がけだ。まあお前は腰抜けだからな。で、それが本当だとして、あいつら何か気づいているんじゃないか。そんなことは。いやいや、すまない、待たせてしまったかい。遅いぞ。まったく、お前はいつも勝手な。え、ほな、あれ、クラウドにおるフェアが角だったってこと？お前この姿の君もっていいよ。そんな褒め言葉など聞きたくもない。これは私の姿などではない。そこの君、大丈夫かい？そんなに怖がっては彼女に失礼というもの。ずっとあれだ、敵。いいか、私はいつでもあいつらを排除できる。お前の推しも含めては。マジで、こんなことある？話が違うじゃないですか。映画のソーみたいやん。首謀者がすぐ目の前におったみたいな。そうじゃん、映画のそうやん。マジか、これはやばいな。ちょっとこの前約束をしたというなら契約書を出せ。あ、これがさっきのあれだ、あのイベントだったってことか。そっちも分かっていることでしょ。なんだ、ないのか。約束をしたことにはならないな。いいか、契約なら書面でするんだ。口約束なんて契約にはならない。おいおい、ダメじゃないか。協力してくれたんだからねぎらってあげないと。はい、こいつは黒幕ではないんかな。ありがとね。まあ、騙されたんだ君は。でもアイドルのアシスタントごっこができたんだ。よかったじゃないか。約束だったろ。お願いです、どうか約束を守ってください。チューバーたちをこれ以上ひどい目に遭わせないでください。どの道もう終わりだ。お前はいつもみたいに画面の奥で大好きな女の子を応援していればいいんだ。グーのでも出ねえぜ。どうした、何かあったか？いや、気のせいだ。
カード、そろそろ準備しないと。やることがあるんだろ。それもそうだな。行くか。そうなんや。そんな、フェアちゃんがカード？私たちはずっと騙されていたの？そういうことやな。そうだよ。何？あ、マオリちゃん、キリちゃん、それにノルちゃんも。そこにいるカードがフェアリーになり変わってずっとネプチたちを騙してたんだよ。なんということですの。我はずっと踊らされておったのか。全然気づかなかったわ。でも映像を見る限り、ノルは角から私たちを守ろうとしてくれていたのね。守れてなんて言いません。そうだね、結果としてはこの子たちを裏切っているよね、ノル。面白いところだったね。いや、まったく。まさか取られてたとはね。許せないね、カド。倒してしまおうぜ。もうこんなやつ倒そうぜ、もう。もはやお前たちは手遅れなのだからな。何が手遅れなんだよ。何をする気？わからないか？このエネルギーはお前たちが集めたものだぞ。お前たちは私のために世界を救い、このエネルギーを集めてくれたの。確かに。どういうこと？侵略したのはコンテンツをワコン化するためじゃ。エネルギーはこうして十分に集まった。だからお前たちはもう用済みだ。答えろってのよ。そんなことより、君たちはこの怪物の正体に何か心当たりはないかな？まさか。いや、もう察しの通りでしょ。いい。お前はもう様子見だ。確かこのビジュアルは最初隠されてましたよね。サイクルだと？何をするつもりですか？こうするなさ。あら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 。おお。ポンコツ女神。なかなかに君もエグいことをするね。そうか。無力な女神ほど。ダメ神言われてますよ、ダメ神。使える存在にしてやったまでだ。おー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 おお。いや、本当に。あれは今まで見た光景で一番おぞましいものだったね。どうしてそんなことができるの？おい、お前ら人間か。何も知らないまま戦わせる気だったんだぞ。知っていながら戦わなければいけないというのもまたおつなものだよ。それもそうだ。今アーシたちの目の前にいるこの化け物がフェアリー、電脳女神のフェア。信じたくないけど。確かにあの歌を歌っていたわ。うん。そして今まで戦う意志がなかったのもフェアの意志が残っていたからだろうな。そう考えると納得がいくわね。ねえみんな、
助けないと。いや、何？やめた。こういった余興も悪くないかと思ったが、もう少し後に取っておこう。だと？じゃああなたが戦うの？まさか責任を取るべき奴がいるだろう。代わり玉はお前だ、ノル。責任取って、せめて今くらい役に立て。え？そんな、やめてください！ノルちゃん！さて、存分に楽しむと思う。では、次があったらまた会おう。行かせない！携帯は変わらんのか。ノル、そこを通して。ネプテューヌ、ダメよ。かっけえ。ねえノルちゃん、正気に戻って。そうだよ、私たちのアシスタントするんでしょ。こんなことしてる場合じゃないっての。みんな、仕方ないよ。嫌だけど、ノルをおとなしくさせないと。マジか。へぇ、ノルがボスなんや。みんな頼むよ、ノルルンを正気に戻してやってよ。任せて、マウリちゃん。私たちが絶対に何とかする。ミーの言う通り。さあみんな行くよ。行きましょう。お前ら、見せてもらおうじゃないか、救世主たちの活躍する姿を。ノル、ちょっと痛いけど我慢してね。え、ノルちゃん。まあ、ネプテューヌったら、ワンキル、ワンキルどれだけ鬼畜なの。違うって、ノルが弱すぎるんだってば。ノル、戦闘力強すぎでしょ。戦闘力5か、5、5やろ。足止めにもな。おい、戦闘にもなってねえじゃねえか。どういうこと。使えない人形だ。マジか。イベントで死んじゃったよ。マジかよ。もう少し正体を隠してもよかったんじゃないかい。もう遊びは終わりだからな。君は大胆だね。ということはもういよいよクライマックスってことか。あとは惑星のコアを奪う。惑星のコア。あいつらに構っている暇はないのさ。それにあいつらが今気にしているのはフェアの安否だろうからね。なるほど。絶好の機会というわけだね。最終的にこいつも倒すんですよね。では早速始めるとしよう。マジか。おうおうおお。VVV2 ね。あ、セーブしときましょう。さあ、ノラをこっちに運ぶわよ。戦闘力5のぬいぐるみが来たぞ。でも、あと少しであるぞ。せーの。めっちゃ疲れた。よかった。ねえ、ノルちゃん。起きて。ちゃんと目を覚まして。そうだよ。あんなんでまさか死んじゃったりなんてしないよね。ノル。ねえ、ノルってば。ワンキルやからな。生きとる。やった。目を覚ました。手がブルブルなんだけど。禍々しいエネルギーで過度に操られていたんですわ。そこを私が食療法的に助けてあげたみたいな。思い切りぶっ飛ばしてたけどね。そうですか。僕は皆さんにご迷惑を。気にすんな。ノルニー、ディアちゃんだわ。もうノルニーったら何
バカやってるの？どうしてちゃんと相談してくれなかったのよ。まあまあ、ノルちゃんはリアちゃんや私たちのために一人で頑張ってくれてたんだよ。そうだね、私たちをかばってくれてありがとう。ね、おかげで私たちは今こうしてせやな、そういうこっちゃな。よかった、マオリさんとキリさんに相談して本当によかった。なるほど、それでマオリたちが。ほんと、フェアのことといい、いろいろと間一髪だったわね。ねえマオリ、そういえばあの時のクラウドの映像は一体どうしたの？それ私も気になっていたのよ。フェア以外がカメラとかを操作できるとも思えないし。アーシェがクラウドの機械なんてわかるわけないっしょ。じゃあどうやって？実はね、初めてこのクラウドに来た時に、その…いやいや、やっぱマウリよろしく。もう自分がやったんだから素直に自慢しとけばいいのに。ね、初めてここに来た時にさ、こっそりカメラをつけさせてもらったっしょ。まあなかなかに面倒だったけどね。そうなんや、盗撮してたんや。へえ、ここがクラウドか。仮面がいっぱい。すごい、これ全部モニターなんだ。解像度高、発色もいい。ここならバレずに設置できそう。オッケー。マウリ、キリ、あんまり変なところ触らないようにしてくださいね。ヘイヘイ。もうしない。マウリ、まだ。もうちょ、もうなんや。これでようやく話が進められます。すごいじゃん。とも、こんな感じ？やるな、貴様ら。なんだかスパイみたいなのだ。でも、なんで最初の時点でカメラなんて仕掛けようって思ったの？今思えば、仮想空間で出会ったフェアさんとクラウドで出会ったフェアさんは違いすぎたってわかる。確かにな。姿形もそっくりだったし、私たちなんてちっとも疑ってなかったわよ。っていうか、クラウドに来る前から疑ってなきゃできないよね。確かに。実際のところ、ミーポンの言う通りだよ。最初から疑ってたんだよね、アーシたちは。マジで？あのね、自分とマウリはみんなより後に召喚されたんだけど、あの、デュプリケート仮想空間、そこでフェアにその聞いたんだ。そうそう、フェアリン自身は今囚われの身になってるってね。へえ。フェアリンを捕らえた角がフェアリンになりすましてるって。なるほど、そうなんや。そういうわけね。だったら最初に教えてよ。ごめん自分たちはそのなぜか惑星ブンブンに召喚されたでしょ。それで何とかしてこの惑星に来たけど、確証がね、なかったんだ。どういうこと？アースたちがブンブンからこっちに来るまで時間がまあかかっちゃったわけ。その間にどんな状況になってるか分かんなかった。ぶっちゃけみんなが角に言いくるめられてるって、そういうこともありえるじゃん。それで何も言わずに様子を見ていたと。そういうこと。それで様子を探ってたところに、ディアチからノルルンの様子がおかしいって聞いたんだ。なるほど。んで調べていって、さっきの映像が撮れたってわけ。マウリよ、お前意外と慎重なのだな。うん、アーシのこと見直した？マウリさん、キリさん、本当にありがとうございます。ナイス。なんていいっつーの。ナイス。それより証拠がうまく抑えられてよかったわ。これもキリのおかげだよ。そんな、
マウリがいてくれたからだよ。でもこれでひとまずは切り抜けたね。つうことでなんとかなったけど。いやいや気にすんな。黙っててごめん。細けいことはいいんだよ。ごめんなさい。謝らないで。マウリたちのおかげで。細けいことはいいんだよ。なんだから。そうですわ。黙ってる必要があったんですもの。仕方ありませんわ。でもこれまでのことって。ほうやな。角が仕組んだことなのよね。私たちは手のひらの上で転がされてたってことよね。そう考えたら。すっごく腹が立ってきたぞ。後ろに腹が立っている。見抜けなかったなんて私のアホ。みんな悔しい気持ちはわかるけど気を取り直していこうよ。せやな、画面も消えたけど気を取り直していこう。ギリギリのところで私たちは最悪の状況を回避できたわ。だから事態が好転したって喜ぶべきよ。そして早くフェアを探さないと。そうだよ、私たちの使命は角じゃなくてフェアに託されたんだよ。そうじゃ。優しくて頑張り屋で、でもどこか虚っこしくて、なんだか放っておけない女神様にね。ダメ神って言え。ダメ神って言うんだ。くよくよしてる暇なんてないな。そう、Let's go。 まずはフェアの居所を突き止めるところからね。ですが実際のところ手がかりはゼロ。どうしたの？ノル。前に角が話してたのをちょっと聞いたんですが、どうやらゲミニオンに活動拠点があるみたいです。ゲミニオン？はい、ゲームが盛んな国です。ゲームが盛んな国？まあそれはぜひとも行ってみたいですわ。急にテンション上がった。ここに行くわけじゃないのよ。もちろん分かってますわ。フェアさんを助けるついでにちょっと見るだけですわ。ゲミニオンね。よし、みんなそこに行ってみよう。アーシュラもついてくよ。みんなこれからは近くでできるだけサポートするから。あざます。自分も頑張るす。何？それじゃあ僕たちはエモマジック入手しましたよ。皆さんをサポートします。それは嬉しいけど、でも角に騙されて始めたアシスタントでしょ。まや、サポートする意味なんてもうないんじゃないの？そうだよ、無理に手伝わせたくないよ。違います、無理じゃないですし意味なら十分にあります。確かに僕は今まで角の言いなりでした。でも皆さんのお手伝いをしたいと思ったのは誰でもない僕の気持ちです。それに感動エネルギーが惑星存続のために必要なのは変わりません。視聴者も皆さんを信じています。だからこの先も配信させてほしいんです。角なんて関係ない、皆さんはもう僕たちみんなの救世主なんです。まるに熱い。貴様の助けがなくとも我は一人で救世主を務め上げるがな。お前は一人でもダメだろ。多い方がいいわよね。それじゃあ手伝ってもらおうかな。改めてよろしくね、ノルちゃん。ありがとうございます。もうノルに泣いたりしたらみんな困っちゃうじゃない。よし、それじゃあ隣のヒロインを助けに敵のアジトに乗り込もう。だそうです。はい、というわけでええ感じに終わりそうですね。おお、誰もいませんね。というわけでセーブしましょう。セーブしましょう。セーブしても終わりましょう。みんな話し込んでますね。まあね、ちょっと今日はいろいろありましたが、高みの見物第5章。おっしゃ。まあね、トラブルにも、臆することなく。ちょっとまあ次回もやっていきましょう。次回っていう、次回はほな、いよいよ、第6章になるんかな。第5って今書いとったから。
さあ、ほな、このあたりで今日は終わっときます。じゃあ、お疲れ様でした。お願いします。